私たちポストグラフィティでやらさせて、今回の3月やらせていただいたんですけど、今回のポストグラフィティというのは、街中にあるグラフィティの、表現をより豊かにするために、そのグラフィティの犯罪性などを払拭して、より表現を豊かにするというプロジェクトになっております。ポストグラフィティをもともと、グラフィティクッション、日向さんが作ったグラフィティクッションをのみで制作していました。でこの写真はちょっと今合成になってしまうんですけど、街中にこういうふうに置いたりとかしてやっていました。それで初めの1ヶ月はグラフィティクッションの制作をはじめとし、制作を、素材を改め、サイズを大きくしたグラフィティを制作しました。こちらですね。で制作が進む中、これらをどう展示し、認知を上げていくかを考えた結果、100番地にて、イベントを開催することにしました。それで、イベントをするってなったときに、よりポストグラフィティは何のかっていうのを私たちは考えて再構築することになったんですけど、そのポストグラフィティからスタートした、グラフィティクッションですね。グラフィティクッションからスタートしたポストグラフィティは、グラフィティの表現の可能性をさらなる拡大、考案し、制作してきました。1980年代のポストグラフィティのコンセプトである、犯罪性の払拭を根本において、グラフィティを、視覚デザインだけではなく、より文化的文脈から表現を広げていきました。で今、こちらのスライドにあるように、6種類のそのグラフィティの表現を多様に広げていくことが可能でした。私たちが、構成したこのポストグラフィティの概念にそぐ新しいメンバーなども増え、立体作品だけではなく、映像作品や、音楽、紙、空間を媒体としたポストグラフィティに変貌させました。その全体を展示し、認知度を上げる目的に開催したのが、その5月21日のイベントでした。私たちが練り上げた、ポストグラフィティの、集大成を空間に演出し、一般公開しました。こちらが、展示の時の映像ですね。で、展示自体はすごい急ピッチに進んでしまったり、僕たちの願望などが先走ってしまい、もうすべてがすべて僕たちの考えたポストグラフィティのコンセプトに当てはまるということが若干甘くなってしまったのが反省点でした。ですが、展示自体はすごいアート好きだけではなく、いろんな年代のお客様が来ていらっしゃって、それいらっしゃる人数も僕たちがすごい対応が丁寧にできる人数だったので、そのお客様がポストグラフィティが何であるか体験できて理解できたことがすごく満足いく展示会になりました。それで今回のイベントのおかげでポストグラフィティは何なのであるかをより探ることが課題だと認識することができて、その同時に共感理解する方が多く存在したことにやりがいを感じました。これからもポストグラフィティを研究と制作を続けていくのか、よろしくお願いいたします。